とはあともう少しで続編が配信されるドラマをご紹介。今のうちにシーズン1を視聴して、シーズン2が配信されたらぜひ一緒に楽しみましょう。スイートホーム、俺と世界の絶望。事故で家族を失った高校生のヒョンスはグリーンホームという古いアパート団地に引っ越していきます。しかし人類を追い出そうとするモンスターたちにグリーンホームを囲われる事態に陥ります。残忍なモンスターたちが暴走する中、住人たちは生死をかけた戦いに巻き込まれていくモンスターサスペンス。主演、分かっていてもソンガン、イ・ドゥナ、イ・ジヌク、5月の青春イ・ドヒョン、5月の青春コミンシ、セレブリティパクギュヨン、他同名の人気ウェブキャンが原作のネットフリックスオリジナルドラマ。シーズン1と同じく主演はソンガンさんが務めるほか、多くの皆さんが続投。さらには豪華な追加キャストまで。手に汗握るシーンが続き、ハラハラが止まりません。全10話と短めで、特に後半から面白さが加速するので一気見不可避。12月に待望のシーズン2が配信予定です。ペントハウス。ソウルの高級住宅地にそびえる100階建てのタワーマンションヘラパレス。華やかなパーティーが開催され、花火が打ち上がる夜、一人の女性が転落します。高級マンションヘラパレスと、そこに住むお金持ちの子供たちが通う芸術高校の声楽科を舞台に繰り広げられる、あまりに激しい復讐ドラマ。主演、操作された楽園イージや、クミホデン1938、キムソヨン、シスターズオムギジュン、お願いママユジン、流れ星キムヨンデ、コガニキムヒョンス、チアアップハンジヒョン、他旧作ではありますが、12月ネットフリックスにてやっとシーズン2が配信されるのでご紹介。次から次へと想像の斜め上を行く悪巧みを考える人物たち、そしてそれを阻止しようと動く人物たち、さらには裏切り、邪魔になったら殺すと何でもあり、見ているこっちも麻痺してくるくらいのはちゃめちゃな世界ですが、とにかく続きが気になって気になって仕方がありません。睡眠時間を削ってみたくなるほどの中毒性。シーズン2配信前にぜひ。サウンドトラック。長年の親友である男女二人が2週間同じ家で過ごしながらお互いの気持ちに気づいていくラブストーリー。幼馴染男女の友情は成立するのか。ゆったりとした静かな短編ロマンスドラマ。主演、ハピネス・パクヒョンシク、マイネーム・ハンソヒ。こちらはシーズン1とシーズン2の話が繋がっているわけではなく、キャストも変更されるので、シーズン1を見ずにシーズン2を視聴しても何の問題もないのですが、世界観がとても素敵なのでおすすめです。全4話、まるで映画を見ているかのようで、ハンソヒ様にこっちもときめいてしまう満足感 100% のドラマ。冬が舞台なので、特に今の季節に見ると一番ドラマの中に入り込めるかもしれません。サウンドトラックシーズン2は12月ディズニープラスで配信予定だとされています。